ダー商事さんの会社から依頼を受けて、その僕らもそこになかなかそれで関わることができなかったんですけど、その人たちがこうそのがれきを処理 してしまって、その土地の人たちがどうやって暮らして、今どうやって暮らしているんだろう、で自分たちがそこで皆さんと一緒にがれきを処理しながらリサイクルして、そこで得たお金をどうやったらそのまた返していきながら自分たちがそこの人たちとつながっていくことができるだろうっていう、リサイクルっていう一つ の問題っていうか、こうただ処理して何かを変えていくエネルギーっていうか、それを転換させて一つの何かに変えていくだけじゃなくて、自分たちが得たお金、自分たちが得たことを何かしらこう自分たちの体でもう一回返していくっていう、そういうプロジェクトにもなっています。はい、ありがとうございます。今夜このメモリアルリバースシャボン玉によるパフォーマンス、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。明日の2時にも昼間のパフォーマンスとしてこちらの同じ会場で行いますので、また昼間の太陽の光でのシャボン玉のきらめきとお楽しみいただければと思います。大牧さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、これをもちまして、パフォーマンス終わりたいと思います。皆さんご来場誠にありがとうございました。ありがとうございます。明日もぜひ2時昼の部完成体をやりたいと思いますので、ぜひ集まってください。よろしくお願いします。お願いします。